はいどうも、ルーでございます。問わず外やっていきたいと思います。はい、リリースして12日ぐらいになると思うんですけど、ここまで、育成してきて、まあちょっと、こうしとけばよかったなーとかっていうことを、ちょっとお話できたらなと思います。はい。で、まあ僕できなかったのは、初日にクラン所属するっていうのをまずやらなかったっていうところがあって、まあ、それがまず1個失敗でしたね。デイリーミッションの中に魔獣討伐戦っていうのが強魔獣討伐戦、これがあるんですけど、これでジェムと経験値がもらえるんですけど、これをちょっと初日もらえなかったんで、まあ、これがもったいなかったなっていうところですね。で、あとは、まあ、スタイルの育成なんですけど、今はもうこんな感じで、レベルだけはこうほぼ完凸してるんですけど、このカラスのライトフォームは本当最近入手したばっかりなんで、まだこんな感じなんですけど。今上げて、こうやって上げてる、少しずつ上げてる途中なんですけど、まあ、最初ちょっとね、いろんなフォームちょっと手出しすぎて、ちょっと失敗しちゃったんですね。属性縛りあるじゃないですか。この属性を入れてクリアみたいなの、報酬の中に。それって別にやられちゃってもいいんですよ、そのキャラが。どっちにしろ素材があるんで、別に1回でできたら一番いいんですけど、例えば育ててない属性、ホーム、その対象属性が育ててないホームにあるっていうこともあるじゃないですか。例えば、そういうことも。例えばこの水晶属性が雷になってますと。で、最初雷持ってるのは白鳥ですと。まあ、ここら辺だったら全然、育ててないやつでも全然余裕だと思うんですけど、その時にやっぱりその、キャラ入れてやるのってなかなか難しかったりするんですけど、それを、まあ、入れて、クリア。まあ、入れてクリアするけど、こう、例えば、この一人も死なずにクリア、あ、3人以上か。まあ、一人を倒されずにクリアっていうのだんだんなってくるんですけど、まあ、そうなった時に、まあ、いっぺんに取れなくなってくるじゃないですか。で、その時にもう2回で達成するみたいな感じでもいいので、とにかく、まずはストーリーを進めていく。まあ、ここは大事です。いろいろ解放されてくるんでね。クランの解放とか、アリーナの解放とかを、最優先にしてやっていただきたいです。だから、僕はこの時に、迷って、平均的に上げちゃったんですよね。それは失敗したなって思ってるんで、もうほんと全振りしてください、最初は。まあ、なんでそう思ったかというと、僕の中で、この白鳥の、雷の、このスタンダードフォーム、使ったことないんですよね。正直なところ。最初に鶴持ってたんですけど、この鶴ガチャで手に入れたんですけど、リセマラで取ったのこれだったんですよ。で、この鶴を使えば雷できたっていうのもあるんですけど、まあどっちにしろ最初は使えないですよ。ペアじゃないとユニット編成できないから。なので、まあ最初のうちは雷属性だけ欠損して、みたいな感じになるのかな。まずカラス、白鳥がいて、スズメナガがいて、その後にフクロウとフラミンゴが来て、で、最後にツルと、ハチドリが来るんで、そこで初めて、パワーバランスが取れてくるっていう、属性のね。で、最初の段階で、とりあえず、火、雷、風、水っていうのがあるっていう段階だけなんですけど、まあ、特にね、使うのは属性でこう考えすぎなくてもいいよっていうところですね。まあ、最初おすすめなのはやっぱり、カラスと白鳥は火の属性の方ですね。で、エナガは風ですよね。で、スズメは水で出てくるんで、まあ、これを優先的にもう鍛えていく。もうかなり強いんで、スズメとか。まあ、エナガも強いですけどね、もちろん。かなり強いんで。事前準備は大切だ。事前準備は大切だ。点検や強化を怠らないように。で、まずはこの子たちのレベルを上げていくことですね。強化素材手に入れたら、まあ、平均的に上げていった方がいいです。さっき、経験値上げるときに、この経験値バーあるじゃないですか。これを、例えば、振り切って、全部振り切っちゃって、半分ぐらいまでになりますとかっていうのはもったいないんで、ギリギリレベル上がるぐらいに調整してやりましょう。そうすれば、他のキャラのレベル上げがそれでできるかもしれないんで、まあ、そのぐらいちょっとこう、細かくやっていくことが、平均的な戦力アップにつながるので、まあ、そこはまあ意識したいところですね。で、最初アビリティの解放っていうのがなかなか難しいんですけど、まあ、これもね、平均的にやっていく方がいいと思います。で、気をつけなきゃいけないのは、この自動解放っていうのがあるんですけど、これはね、使わない方がいいです。時間かかるけど。なんつうのかな。これで見ていくと、例えば、これ上にスキル1、右にスキル2、スキル3ってなってるじゃないですか。こういう感じで。これ、属性因子が必要なんですけど、これ、勝手に、選んで取っちゃうんで、自分の意思をここは込めないと弱くなっちゃうんで、なので、最初は、この属性3ですね。この大きい順に取っていった方がいいです。1の攻撃はほとんどしないんで、で、3は1回しか使えないんですけど、これで必殺したいんですよ。この3で、最後のウェーブ、ボス戦に ならないと自動、オートでは使わないんで、なので、ここ安心して、育てていただいて大丈夫です。まあ、基本オートで進めることになると思うんで、なので、そういう感じで3、2、1ってやっとけば、OK です。最初の方だと大体、ウェーブ途中では、武器スキル、このスキル2でスキル1って順番に打ってくんで。で、ボス戦になったらスキル3から打ってくれるっていう。まあそういう仕組みになってるんで。なので、まあ優先的に育てるのはまあスキル3。これは絶対意識しといてください。だから、この左の物理防御を上げていく方になると、このスキルレベル3のセルがあるんで、ここを優先的に上げていきましょう。ちょっと僕はね、ここら辺をちょっとうまくちゃんと理解してなくて、このカラスはまだ育て中だからやってないんですけど、こっちじゃなくて、例えば自動解放にして上の方からやられちゃったとかあるので、ここだけは気をつけてください。自動解放が自分でコントロールできないんですよ。ほんとここだけはね、ちょっとなんとかしてほしい。こうやって、例えば、今ここまで解放されてるじゃないですか。で、一気にこの上で解放していきたいから、素材あれば、ここまで押したら、ピンピンピンってやってくれればいいんだけど、それができないので、まあ、今後ちょっと回収してほしいことではあるんだけど、まあ、ここがダメなので、これだけは絶対、間違わないようにしてください。これ取り返せないんで、キャンセルとかできないんですよ。なので絶対忘れないでください。ですね。装飾品に関しては僕もちょっとあんまり強化とかできてないんでね、まああんまり強化素材手に入らないっていうのもあるけどね。で、手に入れたら、限界突破しないで、とにかく6個分は用意してください。人数分ね。人数分以上になってきたら、限界突破はでもしない方がいいね。まだ。全然手に入らないんで、アクセサリーは。限界突破はしないで、今後追加される工房っていうのなんですけど、これでレシピがあって、これで作るんですけど、足りなくな、素材がないって感じになっちゃうんですよ。こうやって。6個、2、4、6、ん ?2、4、2、4、6、あ、1個、誰か、あれ ?1 個余分に装備してる。なので、煙突とかしちゃうと、これができなくなっちゃうんで、これだけちょっと気をつけてください。事前準備は大切だ。まずこれがスタイルのアビリティ、スタイル強化について、アビリティに来て、で、装飾品強化。で、召喚中強化に関しては、僕ね、困ったことがないんで、あれなんですけど、3属性ぐらいでいいと思います。3属性。まあ僕最初から持ってたのが、最初ガチャでこのワイバーンが手に入ったんですよね。運よく。なのでこいつをメインに使ってました。で、あとは、もう手に入った星3を、星3以上を順番に使ってた感じですね。だから、最初に手に入れてたのがこのスピリットベアとワイバーンと最初の方でね、このサラマンダーだったんで、この3つだけ鍛えてました。で、やっぱりね、このね、召喚中スキルを上げないと、ほんと召喚中、マジで弱いんで、こいつなんだよっていう風に感じちゃうところがあるんで、召喚中スキルを、とにかく上げてください。で、1個ずつでいいです。で、ワイバーンは正直言うと、まあ、おすすめですね。うん。ミノタウルスが強いみたいなんだけど、俺持ってないからちょっとあんまり使用感がわからないので、ちょっと安易におすすめできないんですけど、ワイバーンいいですね。この物理防御と魔法防御力アップっていうのがあって、まあ、ステータス、まあ、ワイバーンね、魔法になっちゃうんで、魔法通外ってあんまりないから、恩恵、ここに対する恩恵は少ないんだけど、ただ、耐久力に関しての恩恵はあるんで、あとちょっとだけヒットポイント回復できるっていう。で、さらに相手の物理攻撃力を低下させられると。なので結構強いんでね。で、サラマンダーに関しては、逆の攻撃力アップのバフ。で、装備してるつがいの、素早さアップと。で、全体攻撃なんですよ、これは。その分ダメージは低下しちゃうんですけど、ランク4っていう風になってるんですけど、ただ全体攻撃なんで。で、さらに魔法ダウン。まあ、魔法ダウンつってもね、魔法攻撃することほとんどないんでね、まあ、なんともちょっと難しいんですけど、ね、サラマンダーに関しては使いどころが。で、星3のやつは結構ね、こう単体攻撃が多いので、なので、まあボス、大体ボス狙ってくれるんで、この遠距離ってなってるんで、大体ね、ボスをこう単体攻撃で狙ってくれるんで、そこそこ火力は出ます。で、あとはあるとしたら、そうね、基本はやっぱりこのステータスは、物理攻撃が上がるやつを育てた方がいいかなっていうふうには思いますね。割と魔力が多いので。ね。このスピリットベアみたいに物攻を上げられるやつって、僕が持ってるやつ少ないんで、2以下は全部、召喚スキルにしちゃ、のスキルレベル上げに使っちゃったんで、まあ、ぶっちゃけ今んとこそれでいいかなと思ってます。召喚中の使い道って、パッシブっていう感じと、あとはまあ必殺技なんだけど、その必殺技、召喚中スキルのことね、必殺技って感じなんだけど、でも、スキルが弱いと全然ダメージ当たんないんで、なんか、2人分のダメージ、2人分のこう、行動をゼロにしちゃう、1回にしちゃう割に、ダメージが小さいってなっちゃうんですよ。だから、これに関しては、しっかりと1個ずつ上げてあげないと、本当に無駄攻撃になっちゃうんで、そこだけは注意したいところですね。基本的に今のところ、パッシブ要因って感じですね。なので、レベルはそうなんだけど、しっかりとスキル上げてください。平均素材余ってるけど、スキルレベルアップの素材は余ってるでしょ。こうやってなっちゃうから。残したりですかね。まあ、武器もね、スキル強化した方がいいんだけど、最初に関しては、まあ、やっぱりさっきもおすすめしたカラスの剣はあげたいなと思うんですけどね。まあ、僕はあげてない理由は、こっちに振ったからですね。ライス成長式ライトニードル。で、今回みたいにイベントで、こういう感じで、これ前のイベント、で、今回のイベントっていう感じで、貫突できる、頑張れば貫突できる武器も手に入るんで、それが分かってから、こっちに、スキルレベル上げは振り切ってる感じなんで、まあそうしていただけたらいいんじゃないかなと思います。事前準備は大切だ。長くなっちゃったけど、まあこんな感じで、まあ育成をしてきて、今これ8100超えなんですよね。なので、まあここら辺を目指せるかなっていう、これを積み上げていく、こう、なだらかにこう積み上げていくっていう感じで、もうほんと、最初のうちは、AP の消費で、もうガンガン上がるんで、ね、なので、最初はもう一気に上がるためにぶん回してください。5000まではあっという間に上がります。で、最後に、まあ、これは、買った方がいいよっていうのが、アイテムで、このエナジードリンクの10個セットが、なんと800で買えるんですよ。石800で。で、これって、なんだろう、200お得になるんですよね。1個に対して。あ、違うな。10個使うから1000回復するんですけど、本当は1000回復しようと思ったら、1000必要なんですよね、石が。でもそれが800で済むっていう、まあそのままなんだけどね。それってかなり大きいんで、で、最初は1個しか買えなかったんですけど、今は3つ買えるんで、なので、まあ最初、まあ1個ずつでいいと思うんですけど、1個買ってください。あと、デイリークエストの鍵セット。これも1個買いました。なので、石は、常に2000以上は残しときたいですね。やっぱり、ガチャもそうなんだけど、それよりも、こう、育成が、持ってるキャラを育成する、スタイルを育成するっていうことの方が最初はすごく重要なんで。で、育ちきってきたな、ある程度育ってきて、戦闘力頭打ちになったなって思ったらガチャを引くって感じですね。そうするとやっぱり武器が手に入るんで、っていうとこですかね。で、最後にね、今回のイベントで溜まった、チケット、エナガチケット20連分をちょっとぶっ放して終わりにしたいと思います。えい！頼む、エナガ来い！来い！よし、来た！虹来た！ 1 個。1個。最後。お、ブレイドロット。光板か。合わせていいっすね。ウィッティスピア。お、いいね。火属性。お、かぶった。最初はね、結構星2の武器とか、すごい重宝するんで、あれなんですけど、周回していくうちに、星1武器とかもドロップしてくるんですね。で、星2武器以上がある程度揃ってきたら、星1武器は、まあもういらんので、スキル上げの素材にしちゃっていいと思います。ほとんど経験値もらえないけど。あれ？また出た。これ白鳥の武器ですね。でもこれ出ると、チケットもらえるんで、アビリティボードの中で、チケットが、今のところ合計で200必要なんですよね。全部開けていこうと思ったら。で、それに必要なチケットなんで、OK です。おっと？もしかしたら、もう一回来る？このね、花びらに、あ、来ないか。花びら2枚はちょっと期待値高めな。うわ、なんだこれ。ええー。こんなことある？いや、これ初めてかもしんない、これ。青、水色世代、世界。ちょっと初めてかもしんない。お、また2枚。期待値高めなんだけど、虹にならないと、ああ、ちょっと、ダメですな。まあでもね、やり入れたんでね。まあね、この殲滅型ウィッチの、エナガも多分強いと思うんですけど、あ、ウィッチスピア、ピックアップなんだ。じゃあラッキーだな。まあな、本当はカラスが一番強いですけどね。カラスとハチドリの、水のハチドリと、光のカラスがめっちゃ強いんですけど。なので、まあ出たらラッキーぐらいの感じで引いていいのかなと思います。だから今の段階で引くんだったら、まあ、もしかしたらこのサラマンダー狙いでもいいかもしれないですね。はい、というわけで、ご視聴どうもありがとうございました。8日の2時からメンテ入って、まあ、新しいイベントも来ると思いますんでね、みんなで頑張っていきましょう。あとは、そこまでに10人以上所属するクランに入ってれば、3000石がもらえるんで、必ず10人以上、はい、いるところに、入団しておきましょう。というわけで、楽しい十月街ライフをみんなで楽しみましょう。ではでは、ルーでした。バイバイ。